いよ、国さんよ、今日は輪島式仏壇店の報告状ありませんか。おはようございます。コロナ退散、還暦社長、水戸黄門コスプレです。おはようございます。いや、実はですね、もう先に宣伝はスコッと済ませておきますね。今日は RKK 熊本放送3チャンネルで、輪島漆器の技術を生かした金箔が吹いても剥げない国産仏壇宣伝でございますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。なんか雨が降るとのことですから、よかったら、相撲も終わりましたしね、よかったら見てやってください。はいはいはい、以上、はいはいはい、宣伝は終了。いやー、しかしやっぱですね、まあ、これからちょっと話が変わるばっていうか、今桜満開で見事ですよね。昨日ちょっとですね、花と緑の博覧会、熊本花と緑の博覧会、桜が綺麗かった。もうもちろん花壇も綺麗かしですね、もしも、まあ、今度の土日ですね、よかったら見に行ってください。今度の土日ぐらいまでは桜大丈夫と思いますからですね、ほんと昨日もう癒されました。さあ、一応リフレッシュもできましたので、今日も一発夜7時まで頑張りたいと思います。はい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 、今日は確か3月の31日黙々の木曜へ、夜7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい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 、さあ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 、本当ですね、なんかもう完全に曇って、もうなんか9時頃から雨が降るとか言おったですもんね、うん、でもまだなんかね、まだちょっと時間ちょっとずれてるみたいですけどね。はい、じゃあ今日も一発頑張りますので、ちなみにですね、夜7時までナイター営業、お仏壇お困りごと&人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、コロナ生活困窮者支援小型仏壇無償提供、24時間電話受付、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。